1877年頃に撮影された、ジャンヌ・サマリー。旧ソ連時代の1970年に発行された、切手。女優ジャンヌ・サマリーの肖像、あるいは、ラレブリは、フランス印象派の画家ピエール・オーギュストル・ノワールが1877年に制作した絵画である、ユサイ。コメディ・フランセーズの人気女優であった、ジャンヌ・サマリーを描いた、 本作品は彼女をモデルに制作された多数の作品の中でも特に有名であると同時に、ルノワールの印象派時代の肖像画の中で最も美しいと評されている。1877年に開催された第3回、印象派展に、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会や、ブランコなどと共に出展された。現在は、モスクワのプーシキン美術館に所蔵されている。 ジャンヌ・サマリーは1857年3月4日に、チェリストの父と女優の姉妹を持つ母との間に生まれた。1871年に、フランス国立高等演劇学校に入学して3年間演劇を学んだ後、1874年に、コメディフランセーズに入り、モリエールの擬曲、タルチュフのドリーム役でデビューした。 ルノワールは出版社のジョルジュ・シャル・パンティエとその妻で、ルノワールの養護者であったマルグリットを通じてジャンヌと知り合った。彼女に画家のモデルを勧めたのはマルグリットである。当時、サマリーは、フローショー通りにあるルノワールのアトリエから遠くない場所に住んでおり、しばしば画家のためにポーズをとった。ルノワールが本作品を描いた時彼女は20歳であり、 1877年からジャンヌが結婚する前年までの5年間に彼女を数十回描いているがコメディフランセーズの演劇を快く思っていなかったルノワールは舞台のジャンヌを描かなかったジャンヌは1882年に画家ピエール・ラガルドの弟でやはり画家だったポール・ラガルドと結婚し3人の子供を産んだが1890年にチョーチフスで世を去った ルノワールは微笑みながら、物思いにふけるジャンヌを描いている。胸元の開けた青いドレスをまとい、左手で軽く、面づえをつくジャンヌの表情はさながら夢を見ているかのようである。この穏やかな微笑みは、周囲の暖かいピンク色の背景と共鳴している。ルノワールは、軽やかなタッチで、彼女の柔らかく肉付きの良い肌や髪を形作り、寒色系の色を加えることで、 ジャンヌを立体的に捉えようとしている。そして彼女の陽気な性格と柔らかな優雅さ、青い瞳にわずかにうかがえる茶目っ気を含んだ視線、周りのすべてを照らす輝く笑顔、といった彼女の特徴を強調し、可愛らしさと上品さを備えた女性として描いている。第3回印象派展に出品された女優ジャンヌサマリーの肖像は、小説家エミール・ゾラから、 展覧会の成功は、マダモアゼル・サマリーの顔、金髪で微笑んでいる顔であると称賛を得る一方で、特に主題の非現実的なレンダリングに関して多くの人を困惑させた。ジャンヌ・サマリー自身はルノワールが彼女の期待に反して、女優としての社会的及び職業的名声ではなく、夢のような側面を強調し、ルノワールが観客として、彼女をどう見ていたかを知って落胆した。 本作品は長らく夫のポール・ラガルドが所有していたが、1903年に画商ポール・デュランイコール・リエルの手に渡り、その翌年にロシアの実業家で美術コレクターのイワン・モロゾフが購入している。1919年にモロゾフとセルゲイ・イワノビッチ・シューキンのコレクションに基づく国立現代西洋美術館に所蔵された後、1948年に 美術館のコレクションは、エルミタージュ美術館とプーシキン美術館に分割され、以降、ルノワールの女優ジャンヌ・サマリーの肖像は、後者に所蔵されている。1870年代のルノワールは特に、ジャンヌ・サマリーを好んで描いた。油彩画では同じ年に本作品よりも早く、コメディフランセーズのバージョンを描いている。ルノワールが劇場のホワイエに立つジャンヌの全身の肖像画を、 描いたのは、その翌年である。ありがとうございます。